暁小学院学園です。よろしくお願いします。美しい文字の書き方、ひらがな編ね、他行やっていきますのでお願いします。どうぞ。ひらがなのたね、説明していきます。た、ね、一つ書きます。ボールペンでも大きめに。た、元の字ね、太いね、太い。どういうふうに崩れたかというと、こういうふうにね、崩れまして、今の、たになります。まあ、柔らかくね、必ず柔らかくつながっていくというのと、これが一番長くなるように、この上で終わってしまう。とね、この点二つなんですけども、最後は少し出るように、右に出るようにね、書いてください。と。出るように。こういうところもね、あまりぐっと止まってしまわない、柔らかく動きながら、動きながら入る。ボールペンもね、同じで、動きながら、漢字のようにこう、ね、45度、角度つけないように柔らかく、柔らかく。少しここでね、膨らむようにして、開く。少し点、ね、右へ出るように。あとは繋がっていくように。では、ひらがなのちのね、説明します。ち。しっかり膨らむ。で、ボールペンでも一つ。膨らんで、払っていくように。で、元の字が。知る、ね、知るという字。知るという字で、こういうふうにね、崩れてきて、今の地位になります。ね、この地位の、少しね、右上がりに入る。もちろんね、崩した字は右上がり。基本的には右上がり。膨らんでくる。ここも柔らかく膨らんできて。これ少し出るようにね。しっかり出てますので、出るようにして、大きくね、遠くに払っていくように。ここで、膨らむようにね。膨らむ。右上がりと膨らむ。で、少し、右へ出る。出て、遠くへ。最後一つね、書きます。膨らんで、遠くへ、ね、遠くに払っていくように書いてください。では、終わります。では、ひらがなのつね、説明していきます。まず一つね、書きます。で、ボールペンでも。つ、元の、元の字。川。ね。ちょっとね、川とは言われてるんですけども、川って、ちゃんと分かってないみたいなんで、多分川って言われてるぐらいです。
まあ、皮ね、崩し方。崩れてきて、大きく、大きくね、遠くへ行くような、あんまりこう、こっちに戻ったりね、左に戻ったりしないように大きく、あとはね、入りも柔らかく入るようにね、こういうとこが重要になってきますので、ぐっとここで押さえてしまったりはしないようにね、動きながら、筆動かしながらゆっくり入る。少し右上がりで、少し右上がりで。これ真横に開いてしまうと結構下がってしまうこと多いので、少し気持ち右上がりで書いてください。では終わります。では、ひらがなの手のね、説明していきます。手。まず丁寧に書きます。ボールペンでもね。丁寧、元の字。剣ね。で、どう崩れてきたかというのは、今のから今のね。手ね、入り、右上がり。右上がりで、この部分ね、少し自分の書いた線戻るように、反る。ね、重複するように反る。右上がり、反るのと、少し手前でね、終わるように。ここが、長く出たりしないように。ね、手前で。最後ね、右上がりに、右上がりに上がる。ぐっと反る。反って、少し手前で、ね。こうならないよね。ここは一番内に、この辺がね、一番、ね、内へ入る。で、少し出るように。丸くならないよね。あんまり入ってこないように。では、説明終わります。ひらがなの「と」のね、説明します。と、まずね、一つ書きます。ボールペンでも。と、のね、元の字。止まる。ね。止まる。で、どう崩れて。なんかな。こういうふうになって。と、ね。と、じゃあ少し動きながら、ね、ここ止まってしまわないように、あんまり。ゆっくり動きながら入ってくる。で、これは、つながるように、ね、つながってるので、ここで筆ひっくり返るので、少し押さえた感じ。で、回すところね。この回すところ、あんまりこう押さえたまま筆って回りにくいので、少し筆上げる。少し筆を上げるように。上にね、上に上げるようにして、手前で、これも同じように。長くならないようにね。ここよりも、二画目の最初よりも、ね、最後は長く出ない、右へ出ないように、手前で。手前がほとんど同じでもいいですけど、少し手前ぐらい、手前で終わるように書いてください。